皆さんこんにちは、重症ルーブルだ。ユリだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら。レゴスーパーマリオバッタンのマグマチャレンジです。はい、8月に入ってから、レゴスーパーマリオの拡張コースいっぱい出ました。その中で、僕はこちらを買いました。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、箱はこのようになってます。今回は白ステージがモチーフになってます。この中に入ってる敵キャラはバッタンとバブルです。確かトイザラス限定でドッスンの拡張セットありましたよね。あれも買いたいと思ってます。バッタンといえば確かマリオパーティー4になんかバッタンをドミノのように倒すゲームあったようななかったような、なんかそれを思い出します。で、今回の拡張コースにはこちら P スイッチが入ってます。実際のマリオでは P スイッチを押すとコインが出てきます。それ以外にこちらのノコノコこのオーラがあります。どうせだったらノコノコも入れて欲しかったな。はい、箱の裏はこのようになってます。では開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと 16×2 のプレートが1枚、赤いベースパーツが1つと説明書が1冊です。では袋からパーツを取り出します。完成！バッタンのマグマチャレンジです。はい、今回は冒頭で説明した通り白ステージがモデルになってます。で、このバッタンの完成度がめっちゃ高いんすよ。はい、これがバッタンです。はい、全体はこのようになってます。背面にはカラーコードがあります。バッタンは両腕がボールジョイントになってますので、このように稼働します。実際のバッタンもこんな感じで歩いてたのを覚えてます。はい、こちらがバブルです。全体はこのようになってます。バブルのこのクリアパーツめちゃくちゃ綺麗ですよね。これは実際出てきたバブルに忠実に作られてます。やっぱレゴマリオシリーズって完成度めちゃくちゃ高いですよね。はい、次はコースを見ましょう。まずこれが行ったり来たりする足場で、こちらが P ブロックで、こちらがノコノコの甲羅です。ノコノコってノコノコの甲羅だけってなんか寂しいですね。どうせだったらノコノコ本体も入れて欲しかったなって思います。ではレゴマリオと音声連動します。ではまずはバッタンから鳴らします。いきます。バッタンはクッパジュニアと一緒の音が出ます。で、もう一回踏むとこのような音が出ます。では次はバブルです。いきます。バブルはクリボーと一緒の音が出ます。では最後は P ブロック行きましょう。 P ブロック踏んだ音出たら嬉しいですね。では行きます。おー、これはマリオ3で P ブロックが出た音声が出ます。これすごい。
では次はこちらの行ったり来たりする足場です。どんな音が出るんだろう。では行きます。あ、これはスターターセットに入ってくるこれと一緒の音が出ます。はい、スターターセットについてくる土管パーツとゴールフラグを使ってコースを一通り組み立てました。ではここから実際に遊んでいきます。あれ、では行きます。あれうるえ、あれおかしいな、うるえ、よっしゃ。はい、こんな感じです。あの、これ個人的な話なんですけど、これ P ブロック除けばスターターコースに入ってくるコースで、あ、全部できます。まあ、ぶっちゃけ新しい音声的に P ブロックぐらいですね。まあ、ただギミック的には結構面白かったので、これは良かったです。はい、レゴスーパーマリオバッタンのマグマチャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオバッタンのマグマチャレンジを組み立ててレビューしてみました。このセットは P ブロック除けば完全にスターターコースでできます。ただ個人的にこのバッタンがもうすごい完成度が高くて良かったです。あとはこの行ったり来たりする台座が個人的に結構良かったです。あの、これ補足なんですけど、この台座結構滑らかに動きます。で、やっぱバッタンあるんだったらドスも欲しくなってきました。まあ、ただ個人的に言えばあのキングテレサーかクッパ城は欲しいです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ